皆さんこんにちは。この時期になりますとね、1年前の悲しい衝撃的な、出来事をね、思い出さずにはいられません。その出来事というのはですね、私がものすごく仲良くさせていただいていた友人の、死なんですけども、その訃報をですね、受けたのがあまりにもこう急なことだったのでですね、かなりこう印象に残ってるというか、まあ今でもですね、忘れられないというかですね、まあね、まだ1年なので忘れられなくても仕方ないのかもしれませんけどね。で、具体的には、4月1日で一周忌になります。その日はですね、僕はもう演奏、ちょうど演奏のお仕事が入ってましたので、お仕事に行って、夜は柔道の練習に行ってということで、実際お亡くなりになったのはですね、その日の朝だったらしいんですけどもね。で、すいません、この話が、前後しまして、で、そのどういう関係のお友達だったかというとですね、今通っている施設、前の施設ですね、前の施設にいた時に知り合った、友人なんですけども、で、もちろんその施設の中でもそうですし、プライベートでもね、一緒にお酒飲んだり、遠に遊びに来てもらったり、まあ、などですね、仲良くさせていただいていたんですが、電話を受けたのはその4月1日の夜ですね、朝から亡くなっていたよということを、まあ、その施設の職員さん、プライベートでもね、連絡先交換をしてたので、もう特別にということで、お電話がありました。で、まあ、その職員さんが迎えに行ったときにですね、もうお酒が置いてあって、で、まあ、なけなしの金で買ったであろうお酒、そして、もう睡眠薬も一緒に服用した形跡があったということで、まあ、いわゆるその自死ですね、自ら死を選ぶということで、で、まあ、彼はですね、人柄的には、その、羊がまあ自衛隊で、お父様もおじい様も元自衛隊の方で、で、彼はまあ、もともとその体が弱かったがゆえに、その自衛隊に入ることはなかったらしいんですけど、まあ、それが元でですね、かなりこう、コンプレックスを抱えている部分もあるというふうなことを言ってました。で、まあ、とてもこう、その血筋が自衛隊であるということをですね、誇りに思っていらっしゃったようですし、で、よく YouTube とかもですね、施設の中で見てたんですけども、なんか自衛隊の訓練の様子とか、軍歌とか、そういったのをですね、結構一生懸命見たなというふうなことを、今ですね、彼との思い出をですね、振り返る中で非常にこう印象が強いなと思ってます。で、まあね、その文化もさることながら、やっぱり歌も好きで、まあ年代がですね、僕が29なんですけど、彼はね、その当時56か7でお亡くなりになったので、まあ年の差はあるんですけど、かなりこうジェネレーションギャップってものを感じさせないような気持ちの若いところもあるような気もした。で、まあそれとともにですね、まあ、かなりこうなんかね、自衛隊基地ですからね、なんか守るとか、自分がなんか誰かを守るっていう、そういうなんか強い心があるがゆえにですね、優しすぎるところも結構あってですね、気を使うところも結構あって、まあ、そういった部分が彼自身をですね、追いついたのかなと、精神的にね、追いついてしまう結果になったのかなというふうなことを思います。で、今ね、やっぱりいろんな、そのまあもちろんね、あるし、まあ、取り巻いてるその社会情勢というものもね、厳しいものがありますので、その死をね、選ばざるを得なくなるという状況下に置かれてしまうという危険性もね、本当に誰にでも起こりうることだと思います。まあ、言うなれば、その明日は我が身という言葉をですね、意味をですね、やっぱり感じずにはいられないというか、実際そのコロナとかでも、飲食店やってる知り合いとかがやっぱりね、
師を選んだりする部分もありますので、やっぱ身近になってきてる部分もね、あるのかなと思います。だからこそですね、その彼の師をやっぱりね、無駄にはしたくないですし、まあ、一周忌ということでですね、まあ、ご家族の都合でそのお葬式もなかったですから、まあ、その供養の意味でもですね、彼が一番好きだった君が代を斉唱してみようと思います。聞いていただきましたけども、少しでもですね、供養になればいいなというふうに思います。で、彼はご家族との、折り合いも悪かったのでですね、お葬式も、まあね、なかったんですけども、で彼が自死を、ね、選ぶ直前に置かれていた状況というのがですね、まあ、もちろんそのコロナ禍でもありましたので、まあ、もちろん、ね、利用していたのが福祉施設ですから、もちろんね、施設側としては、できればこう、不要不急の外出はね、してほしくないなという気持ちが強かったんだとは思います。で、まあ、全体的にね、外出は、まあ、してくれるんだというようなですね、通達はあっておりました。ただ、やっぱ彼は、結構ね、そのお酒も、そうですね、平均以上にも大好きだったっていうのもあるでしょうしね、あと、ギャンブルの方も結構好きだったので、でそれでいて一人暮らしでもありましたから、その寂しさもあったんでしょうね。その通達を破ってね、パチンコとかお酒とか、もうなんかね、ある時は利用のですね、日でもですね、パチンコとかに行っちゃって、結局まあ迎えに行ったりなかった、あるいは前の日に飲みすぎてね、利用の日朝起きれなかったみたいなこともあったみたいですけど、そういう状況がありましたのでね、利用停止になってて、でちょうどその去年の4月1日というのがですね、利用停止明けの初めての利用の日だったんですね。でその時に家の中で亡くなっているということで、非常に考えさせられるものがあります。で僕の方にもね、いろんなご相談があって、できる限り友達でしたからね、電話にも出てましたし、話も聞いてたんですけどもね、結局こういう結果になってしまったということで、何もできなかったなと、そういう悔やむ気持ちがですね、一番強いんですけども、まあ、一方でですね、じゃあ彼にとってね、生きながらやることが果たしても全てなのかなというふうなことも思います。今日本の法律ではね、安楽死というのが禁止されてはいますけどね、まあ、身体的な苦痛だったりですね、あるいはもう精神的な苦痛で生きることを諦めたいなというふうにやっぱり思う人っていうのは、まあ、少なからずいらっしゃるわけでね、それをこうね、医療従事者の負担になるからとか、あるいはまあその他ね、いろんな理由でもちろん禁止されている部分はあるんでしょうけどもね、なかなかここはもう少しね、こう多面的な視点で考える必要があるのかなと思います。7割か6割ぐらいのね、人がちゃんと賛成してるなんていうあるね、その調査結果もあります。まあ、これがね、全てだとは言いませんけども、少なからず世論もね、
諸外国のようにですね、安楽死にやっぱり理解を示す人もいるので、もう少しですね、こう法整備の方もね、進めていっていただければいいかな。もちろんいろんな問題がありますのでね、すぐすぐにというわけにはいかないでしょうけどね、絶対に生きることだけが全てだというふうにいつも断言するようなね、考え方に固執するのではなくてね、もう少しこう人生というものはより良い質で、生きることに価値がある、命に価値があるからこそ、やはりそれなりのその尊厳とね、QOL というものを重要視するようなね、法整備を進めてほしいなというふうに思います。でそれではですね、最後に彼がその一番好きだった歌、僕が作った歌の中で一番好きだった歌を歌おうと思います。ヘベレケになろうよという歌です。進めなく答えのない問いを目の前にして、涙をこらえてる。ヘベレケになろうよ、今夜は街へ繰り出そう。それぞれ心でもがきながら、酒を片手に癒し合っている。当たり前が当たり前でなくなって、今までよりいろんなことができなくなって、押しつぶされそうな心を抱えながら、ラジオにしがみついている。ヘベレケになろうよ、残された大切なものに目を向けられるようになるためには、酒の力が必要なんだ。心構えなど、いろんなことが頭の中を巡り巡る。想像を絶するような試練にぶつかった時に、命の尊さ忘れそうになる。ヘベレケになろうよ、今夜だけは止めないでくれ、夜が明けるまで時間の許す限り、ただひたすらに酒を飲み続けていたいんだ。先のことなど考える余裕はない、今を必死にやり過ごすだけ。たとえ体がボロボロになったとしても、守りたい意地があるんだ。ただそ
け